はい、どうも、スケです。今回はドラクエに続きプレイしていきたいと思います。まあ、ちょっとレベル上げつつの15レベルまで1レベルくらい上がってたかな。というわけで、次からやっていきたいと思います。さあ、また目があるぞ。目かなんだこれ。ヒント系のあれかな。ここにボスがいますよってアピールかな。どうですか。おっといけね。ここを通るときに合言葉が必要だったな。そうだ、闇心あれば影心、闇心あれば影心。まあいいや、どうにかなるだろう。自分が撃つとかじゃなさそうだし。これなかったわかんないな、絶対に。さあ、行きます、行きます。ここを通りたくば合言葉を言え。言いますか。はい、待って、親切すぎへん？開けてくれるとか。おー、なんだ、俺があれだけ注意したのに魔物に逃げられて。ごめんなさい、じゃすまねえんだよ。あのベロニカという女はただもんじゃねえ。桁外れの力と極上の素質を極めた何年に一度現れるか分かんない逸材だった。ボスですね、完全。あの女の魔力を全て王様にすればいずれ現れる魔王様の右腕になれただろうに。それをそれをお前らは死ねえ。魔王だって、間違いないわ。こいつらかってことは、これを解放すれば。後ろ、後ろ。お姉さま。あ、キャー、バレるやつ。なんだおめえらは。このデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがって。お前は、魔力吸い取ってやるぜ。おこですね。油断するなよ。まあ、こっち15レベルまで上げたからな、余裕でしょ。余裕こうやって負けそうなんだよな、これ。伝代地味が現れたと。イオで粉砕すっか。とりあえず、デンダーを古文 ABC。全体攻撃できるイオで吹き飛ばします。ちょっと強いっすね。おお、ヒャド。おお、主人公集中狙いは NG ですよ。ナイスホイミー。ラリホはやばい。危ねえ。数で言ったら4体か、結構強いな。ベロニカー、イオでもいいからしてくれ。そうだ、そっちに攻撃するんだ。いやー、それはきつい。これで死なへんな、なかなか。ラリフォはやばい。眠っても起こすやつあったか、そういえば。よしよしよし、いよ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 、このイオでゴリ押す感じね。つえーつえー。まあ、せいには回復してくれるから。おお、返しの一撃出ていく。こいつドラゴン系かな。ドラゴン一応やってみよう。お、アゾーン入ってた感じか。全く見てないんだよな。よし、もう死にそうだな。俺のドラゴンギリで終わらしやる。ふり、やったぜ。こういう最後チャカーンってなるのは多分ボスですね。完全に670ポイント、500ゴールド、あざっす。
魔王様の右上になるという俺様の野望もここでついえるのか。残念だったな。誰のことだ。クククいずれ魔王様にやられてしまう。おめえらをに何をしてたって無駄さ。命あっても得だねはこのことよ。グッ白目向くかわいい。え、消えるんだけど。マジか。いずれ現れる魔王か。戻んないぞこいつ。開けようぜ。これでおばあちゃんになったら受けるんだけど。わお。これで魔力が戻るといいんだけど。この感じ戻んねえな。ピキン。あれ変わってないっすね。そんな戻らなかったみたいですね。戻ったんだ。元通りを頭のてっぺんからつま先までギンギンに満ち溢れているのがわかるわ。その姿は年齢まで戻らなかった。マジか。魔力は戻ったけど年は変わん戻っ若くなった感じか。何を言ってんだ。全然わかんねえんだよな。多分これで仲間になる感じだけど。命の大事に選ばれし勇者よ、こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。なんで。勇者を守る宿命を背負って生まれた聖地ラムダの一族、これから命に代えてもあなたをお守りいたします。サマって呼ばれる。マジか。悪魔の子でなどではありません。里の者から聞かされていました。温かなここ、光を宿していると。悪魔の子ではないと分かってたけどね。ガチの勇者ですね。もうちょっと付き合って、もう一人助けてあげたい人がいるの。一緒に探してちょうだい。了解っす。なるほどね。なんかありそうだよね。いかにも怪しい。やっぱりね、なんかあるよね。汚れた包帯。まあ、あんま使いたくないですね。あんまり使いたくないですね。アイテム、アイテム。お前ら抜いてくれ。当選簿はなしだぜ。鉄鉱石。考えていかないとこれ、挟まるな。な、これでバグとかは勘弁してくれ。引っ掛けらせることとか無理か。めっちゃちっちゃいよね。ベロニカ。さあ、ここ扉がいっぱいある部屋だよね、確か。まあ、どこもかしこも牢獄ばかり、なんだか物々しいですね。誰かいるのか。いる。どうやって開けた、お前。いや、ありがてえ。もうちょっと餌になるとこだったぜ。ルコしてルコ。ああ、そうなんだ。こいつか、あれか。ルパス。
聞いたことあるってどういうことだ？言ってしまいましたね。何か報酬を休みましょう。 OK。 絶対ここなんか、おお、そして夜が明けた。秒なんだよな。ちょっとはぐれメタルの剣とくれないかな。ホムラの里。さてと、アイテム回収してるからな、ここ。まあ、一旦ちょっとここで区切ろうかな。一旦ここで区切りまーす。